今日の、講師の先生は、筑波大学特命教授の大坂拓郎先生をお迎えしております。大坂先生は1972年に東京芸術大学大学院美術研究科を修了なさいまして、その後武蔵野美術大学の、助教授同教授を経て2004年、から筑波大学芸術系の教授、それから環境、芸術学会の名誉顧問をなされております。それで、大坂先生はまた日本のライトアートの代表的な、第一人者でございます。で、先生の作品ですけれども、宇宙船の信号から LED の光に変換される宇宙船シリーズや、巨大な鏡が月光を捉えるルナプロジェクトなど、宇宙をテーマにした、多数の作品を制作していらっしゃいます。で、今日はですね、科学と芸術の融合、宇宙芸術光水生命というタイトルでご講演をお願いしております。それでは大坂先生を拍手でお迎えください。皆さんこんにちは。今紹介いただいた大坂です。で、今日は私が2008年から2014年の間、宇宙環境の中で実験を続けてきた芸術の経緯について皆さんに報告したいと思います。で、その芸術というのは、皆さんの頭の中では絵を描いたり彫刻をしたりというような、そういうイメージがあると思いますけれども、宇宙環境の中で芸術をやるということはどういうことなのか、ぜひ皆さんにお伝えしたくて今日伺いました。で、後からお話ししますけれども、宇宙芸術、私はもう光を使って今までずっと作品を発表してきました。で、宇宙空間の中でも光や水、そしてそれにこう非常に強い関連性のある生命というものをテーマにして、取り組むということを続けてきました。そして、そのキーワードとして無重力環境、それから宇宙への眼差し、古来から人類は宇宙に対する天文観測というものをずっと継続して行ってきました。そこの中で発見されたものがたくさんあります。それと地球外から地球を見るという視点、この重要さは私たちが今まで経験しなかったことです。で、それがいかに私たちに多くの気づきを与えてくれるかというようなお話をしたいと思います。これは国際宇宙ステーションですけども、90分で地球を一周しているというような猛烈なスピードなんですね。でもちょっとイメージが皆さんに分かんないと思います。例えば、ライフル銃の弾丸というのは、秒速 2.5 キロから3キロというふうに言われています。で、宇宙ステーションはどのくらいのスピードだと思われますか？実はその3倍、秒速8キロです。あっという間にここから、霞ヶ浦の西岸まで行ってしまうような猛烈なスピードです。そして5秒もしないうちに東京都市圏に入ってしまう、そういうスピードなんですね。で、そのスピードを保っていないと、地球の重力に捉えられて落ちてしまうというようなことだそうです。で、このように、宇宙では私たちが想像しなかったような現象がたくさん見ることができます。そして地球外から地球を見るということにおいて、さまざまな気づきを得ることができます。これはとても有名なポール・ゴーギャンという人の作品です。このタイトルが、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのかというタイトルです。彼は一生を通じて人間と世界について研究し続けました。有名なゴッホと共同生活をした時期もありますけれども、ヨーロッパを離れてタヒチに移って、そしてそこで絵画活動をずっと続けました。で、宇宙と芸術についてもこの大きな問いに向き合うことになります。私は10年間ほど JAXA との共同研究を行いましたけれども、生命と宇宙の関係性の非常に大きなことについて学ぶことになりました。まず一番初めの無重力環境についてです。これは私たちの夢ですね。無重力の中で何かを経験するということは
私たちの夢でもあると思います。その中でどういうことができるでしょうか。ちょっとここでアンケートを取りたいと思うんですけども、ここに惑星の写真が4枚あります。直感で結構ですので、この中の一つ、自分で美しいと思われたものについて手を挙げてください。1番少ないな、2人3人じゃあ美しいと思われた写真ですよ。2番、ああ結構いますね。3番、はい。4番はいかがですか。ああ2番は随分少なくて、あとは大体同じですね。実は、2番目の、あ、1番は少なかったですね。で2番目の写真は、これは星の写真じゃないんです。でこれは2011年に、古川聡宇宙飛行士にお願いして、私がその墨流し水球絵画というような芸術実験を宇宙ステーションでやっていただいた時の写真なんですね。で水は、無重力環境では表面張力だけが生きて球体になります。そこに、絵の具を入れてやると、まあ、墨流し絵画、まあ、マーブリングのようなパターンが浮かび上がります。でそれを宇宙空間で、制作するという試みですけども、この時は、生命とそれから光と宇宙というテーマで提案しましたので、インクの代わりに発光生物海ホタルを採集してきて、それを粉末にして持ってきました。それから海水の代わりにその生理用食塩水というものを希釈したものを持ってきました。でもう一つ、特殊な蛍光塗料も持っていって、でそこで攪拌することによって一つの、墨流し水球絵画を、その中で表出しました。その映像をちょっと見ていただきます。ステージのライトをちょっと消していただけますか。ありがとうございます。これは2011年の9月に行った実験です。まあ、ステンレス その輪っかに水をどんどん加えていって、まあ、付着してこういうような球体になります。そのステーションの電気を消して、そこに醤油差しの中に入れた細かな海ホタルの粉末を水球の中に注入している写真です。そうするとルシフェリンという酵素が水と反応して、このブルーの発光をするのがよくわかりますね。この前湘南海で赤潮が、来て、で夜もうブルーに発光したという記事がありましたけれども、それと同じような類の生物です。まあ、淡路島に僕は採集しに行って、それを乾燥させて粉末にしました。で次に、オリジナルの、蛍光塗料をここに加えることになります。ちょっと見にくいんですけど、今、まあ、シルエットでしか見えませんが、黒々とした蛍光塗料の中に注入していくのがここからだとよく見えます。そこでブラックライト、紫外線を当てます。するとどういう表情が現れるでしょうか。まあ、このように木星のようなもう大気 のうねりうなりを感じさせるような、そういうようなパターンが現れました。宇宙ステーションではコントロールルームからこうモニターを見てるんですけども、皆さんが予測されなかったような映像が出たので、わっとして歓声が上がりました。で古川さんは非常に元お医者さんなので丁寧な方で、一度この水を吸い取っていただいて、さらにもう一回違う水球を作っていただきました。でここでは部屋を暗くして、初めから紫外線ブラックライトを当てて、そしてそこに水面の表面に置いておくような形で蛍光塗料を刺していきます。そうすることで大理石のパターンですね、墨流しのような絵画のようなものが浮かび上がりました。球体になっているので、向こう側のパターンもこうレンズ状に歪んで見えて、まあ、無重力環境ならではの墨流し水球絵画を作ることができました。でさらに、
蛍光塗料を加えることによって今まで見たことがないような世界が表出してきました。で、基本的にはその光の三原色である赤と緑とブルーですね、 RGB の色を作って加えていきます。ちょっと古川さんの手元が狂って、少し水球の中に、ざっと絵の具が入るようなシーンがありました。彼は後で恐縮してましたけども、でもこれはとても面白い光景ですね。ハッブル宇宙望遠鏡って皆さんご存知ですか。今地球の周りを周回して、宇宙の神屋を撮影していろんなことが分かってきましたけども、例えばオリオン座の大星雲の中に現れている、星雲ですね、光る星雲と同じようなそのイメージがここの中に現れたように私には感じられました。たった15センチという小さな水球ですけども、広大な宇宙の中にある現象、そして木星の表面で現れている島のようなその現象が連なっている、マクロとミクロの世界が連なっているようなことをここで私は強く感じました。2年前の2008年にアメリカのグレゴリー・シャミトフ宇宙飛行士に同じような実験をやっていただきました。この時は墨とそれから色墨ですね、それを使って実験していただいたんですけども、アーティストやデザイナーはその自分のイメージが具体化するような作業をするわけですよね。ですからどこで仕事を終えるかっていうのは大体頭の中にあるわけです。でも宇宙飛行士はそんな訓練を受けてませんから、ひたすら墨を入れてってしまうわけですね。で、最終的に真っ黒になっちゃいました。で、ちょっと、僕はがっかりしてたんですけども、最後に半球型の和紙をその水球の表面に付着して表面のパターンを吸い取って地球に持って帰りました。そしてそれを開いてみると、このような非常にこう流動的なパターンが吸い取られていることが分かりました。これを見てちょっと私はほっとしました。で、もう一つ、面白い実験を皆さんにご紹介します。これはスパイラルトップといって、4本のアームを持ったコマのような形をした造形です。で、それぞれのアームには5個の LED がついています。で、 LED を発光させて回転させて、奥へ押し出すことによって、その後にスパイラル状のその鉱石が現れるというのが私の狙いです。で、この世界は、多重螺旋という運動の中に、成立しているというふうに思われます。例えば皆さんのつむじですとか指紋だとか、体毛も実はそうですね。そしてツタ、その運動だとか、貝にしてもある意味非常に螺旋構造している貝は多いです。私たちが住んでいる地球が自転して太陽の周りを回りながら、さらにその太陽が銀河系の腕の中にあって中心にして動いているということを考えますと、非常に大きな渦の中に私たちは生活しているということになると思います。それを無重力環境の中で光として表現してみたかったんですね。で、若田光一宇宙飛行士は、とてもアイデア豊富な方で、宇宙ステーションの中でこの実験するにあたって、さまざまなその観測方法、記録方法を取っていただきました。彼によって、作ることができたこのドキュメントですけども、ぜひ皆さん楽しんでください。これは、スパイラルトップという希望の中で行った実験に使われた装置です。このようなコマのような形をしていて、LED のライトが点滅するような仕組みになっています。このような対称系のですね、質量分布を持ったコマを回転させるとどうなるでしょう。回転させてみます。このように非常に安定して回転しているのがよくわかりますね。それでは今度はこのスパイラルトップにこの2つの重りがあります。この重りを
その4つの足の部分のうち2つの部分にこの重りを取り付けてみます。さあどのような挙動を示すか楽しみですね。回してみますね。反転しながらその回転を続けるのがよくわかります。今このように、コマのてっぺんがカメラを向いた状態で回転してるんですけども、すぐに今度はその反対向きを向いて回転を始めて、また今度はその軸を反転させて回転が続いていきます。このように回転の、まあ、モードが、いろいろなものがあるんですね。今度はそのうちの重りを一つ取ってみます。一瞬だけちょっと安定したような回転に戻るんですけども、また切りもみのような状態になります。この重りを2つ、隣り合わせの足の部分に取り付けてみます。さあこれで回転をさせてみます。今度は全くこの軸参りの回転っていうのは起きませんね。戻るかな。それでは今度はこの、LED の光による造形を、希望の明かりを消した状態で、映像を取得してみたいと思います。今カメラのシャッタースピードを15分の1秒に設定しています。今はこのスパイラルトップには重りをつけていません。この状態で回転させてみましょう。今度はこの重りを対象位置に取り付けた状態で回転させてみます。回転軸が180度回転しながら、反転しながら回転を繰り返していきます。今度は少し早く回転させてみます。横から早く回転させてみましょう。反転する、周期もすごく短いですね。それでは今度はこの、対象の位置につけた重りを外して、非対象の位置1個だけ重りをつけた状態でどういう回転をするか見てみましょう。じゃあ今度は、重りを隣り合わせの2つの足の位置に取り付けて回してみます。今度はシャッタースピードを、8分の1にして回転させてみます。重りの状態は2つの重りを、対象位置につけてます。スパイラルトップの実験に、参加させていただいて、
この無重力という空間が、この照明を使った芸術にも、非常に新しい、本当に新鮮な環境を与えてくれるなという印象を持ちました。この、カメラを使ってその動画をまたこの LED の明かりの残像を記録することによって無重力の中でのさまざまなものの動き、その面白さを、これまでとは違った形で表現できたのではないかなというふうに思います。でこの、スパイラルトップ、タイプ A からタイプ C まで、動きを観察してみましたけども、その重りの、分布状況を変えることによってこの、コマですね、これに特有な振動モードが出てきまして、本当にその上下が反転しながらその振動を繰り返すというような動き、これ非常に規則正しい動きになってますけれども、それをこの LED を使った、さまざまな色を持った LED を使ってその残像を記録することによって本当にこう新しい芸術のテーマになりうるんじゃないかなという印象を持ちました。実際にこの皆さんに、このテープを地球に持ち帰ってご覧いただきたいなというふうに思いますけれども、このようなスパイラルトップのようなコマ、またさまざまな形状のものを使って、ライトの付け方なんかも工夫するともっともっと楽しい、芸術のテーマになっていくんじゃないかなというふうに思います。これは筑波大学の、工学の磯部先生や生物の和田先生に協力していただいて、成立した形です。シミュレーションによって反転するということが分かるんですね。でそれをもとにデザインした造形です。このバージョン2っていうのがありまして、4本のアームの中の2本だけ点光源ではなくて光ファイバーにしました。でこれを回転させることでその光の帯が後ろにこう残っていくんではないかなという想定のもとに行いました。でこの時は、NASA の、女性の宇宙飛行士のキャサリン・コールマンとESA ヨーロッパ宇宙機構の、イタリアの宇宙飛行士の、ネスポリ・パオロさんにお願いして実験をやっていただきました。これは希望の宇宙ステーションの、左右に、彼らが陣取ってもらって、そして、キャッチボールをするような形で、新しい、スパイラルトップを、移動してもらったんですね。で一旦取得した映像を少しフォトショップで加工して、スローモーションにしてその残像が後ろに残るような形にしました。この写真もなかなか素敵なんですけども、その動きを見ていただきたくて今日は、これについて、ちょっと皆さんに、見ていただこうと思って持ってきました。で小さな、高速回転するような、道具を作ってそこにかませて回転させながら押し出してやると、さっきちょっと若田さんもやっていましたけども、直進運動もするんですね。それがこの映像です。鉱石というか光の円筒形がこの後にこうずっと連なって見えるというような、そういう映像です。で2014年に再度若田さんが宇宙ステーションに行った時にやっていただいたもので、こういう素晴らしい映像はある意味もう、ライトアートの極意と言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。で私がその無重力における、作品を提案するという途中で、私自身も無重力という体験をしないとなかなかリアリティがないというふうに思ったので、JAXA にお願いしてジェット機による弾道飛行を3回経験しました。でこれは素晴らしい体験で、意外ですけども浮遊するっていうのは全く自然のように思われました。で、45度の角度でジェット機が上昇して途中でエンジンを切ってしまうんですね。そしてそのままこう落っこってくるんですけども、
で落っこってくる途中で、水平飛行に移ります。でその時エンジン噴射するんですけども、その上昇する時と水平飛行に移る時が今度あの重力が2倍になるんですよね。でむしろその方が私にとっては異様な体験でした。で、この実験を何回かする中で、2年ぐらいですね、連続して空中を浮遊する夢を見たんですよね。で子供の頃よく僕はそういう夢を見ましたけども、皆さんの中でもそういう夢を見た方いらっしゃいますか？いますよね。で多分ですよ、それはここの写真にあるように、母親の羊水の中にいた時の生命記憶だとか、もっと水中にいた時のその生命の、生命回帰というんですかね、そういうことにつながっているんじゃないかなっていうふうに思ったりしました。でフランスの海洋学者のジャン・ジャック・クストーという人がいますけども、とても面白いことを言っています。私たちの罪、現在というのは、水中の無重力生活を捨てたことにある。でその罪は水中の哺乳類に戻ることによって贖罪される、あがなわれると言ってるんですね。でも私たちは、水中に戻ることなく、地球の重力から離脱して無重力環境を得た、これはテクノロジーによるものですけども、そういう進化の過程に今いると言って過言ではないと思います。で水の作品を作っている時に、時々その日常見ている世界が全く違って見える経験をしました。それは川も流れている水が、まるでその生命を終えて、地球にべったりと張り付いているように感じられました。で波はその表面のテクスチャーで、大きな波はその生命が持っているエネルギーのように感じました。このようにわずかですけども、私が無重力環境の体験をしたことによって、さまざまな気づきを得ることになりました。でこれは、世界中のアーティストが昔から重力からの解放というものを願っていて制作をしています。例えば私たちがここに住んでいるときに、椅子ですとか机は足によって重力から支えていますね。建築もそうです。私たちの周りにあるものは全てが重力と拮抗したデザインの中にあります。でアーティストはそこからの解放を願って、彼はトマス・シャノンというアーティストですけども、磁力の反力を使って空中に浮遊するという彫刻を作り続けています。それからこれはアメリカのアーサー・ウッズという彫刻家ですけども、宇宙船ミールに彼の彫刻を持って行ってもらって、彼曰く360度から見て初めて成立する彫刻である。これもとても面白いですね。2000年前後に、ヨーロッパではロシアの大きなジェット機をレンタルして、アーティストやアートディレクターがそこに乗り込んで無重力アートのアート実験をしています。でこれはスロベニアのドラガン・ディバンツというアーティストですけども、無重力劇場というものを試みてみました。で演者も観客も浮遊しながら演技を楽しむという、ある意味未来的な劇場の提案だというふうに思います。で日本では中国のニューポーというアーティストが、ホンダのジェット機に乗って、1993年ですね、ジェット機に乗ってドロッピングアートをしました。日本中から名水と呼ばれている水をリサーチして、そこに顔料だとか染料を加えてオリジナルな絵の具を作りました。そして和紙で覆われた飛行機の中に入って空中浮遊しながらドロッピングアートをしたんですね。でデザインのジャンルでも例外ではありません。で、右側に写真がありますけども、ドナルド・ペティットという、これはアメリカの宇宙飛行士でアートのセンスが非常にある方ですけども、無重力環境では、コーヒーやジュースを飲むときに必ずストローで飲まなければならないんですね。で彼はコーヒーはやっぱり地上と同じようにカップで飲みたいっていうような希望があって、彼なりの工夫をしてデザインしました。それは唇に近くに従って形がこのように狭くなっているカップです。で奥の方にある流体は毛細現象によって、その唇のそばまで水がこう伝え上がってくるという、
それを飲み続けるというような、そういうデザインで今は生産されています。でそのカップを使ってエスプレッソを楽しんでいるのがイタリアの女性宇宙飛行士ですね。でこれは、筑波大学のプロダクトデザインで2000年以前から、月面計画というプロダクトデザインの、課題を学生たちにやらせています。で無重力環境の中で成立するプロダクトデザインということで毎年いろいろな、提案がなされています。例えば右下のものは、空間を掃除するロボットですね。吸気と排気口があります。左上のは、空飯といって小さな弁当箱ですね、まあ、お弁当箱に、まあ、粘着性のある、食べ物をくっつけてそしてそれを、楽しむというそういうお弁当箱の提案。それから面白いんですけども右側のは文字の提案です。無重力環境になると上と下も分かんなくなりますね。で A という文字の右上とそれから真ん中上と右下と左下に、まあ、角みたいなのが出ていますね。これはあのセリフといってあのレタリングの中では専門用語ですけどもそのセリフがついている方向に読むと文章が読めるというようなそういう文字です。左から2番目の、文章あの文字は逆さになってますけども、左下から右上にそのセリフがずっと並んでます。並んでる方向に読む と、その意味が分かるということですね。ワーニング警告という、文字ですけども、で彼らの仕事とこれを主催しているプロダクトデザインの山中先生は今年8月から11月まで種子島で開催される宇宙芸術祭に参加することになっています。で芸術や工学の分野でも、宇宙芸術について、課題を設けています。 EMP という、岩田先生が主催する、特別プログラムですけどもここでは、実際にジェット機に乗って、無重力体験をし、自分たちのアイデアをここで確認するというようなそういう事業をやっています。さっきお話したように、まあ、赤いところは2倍の重力、ブルーのエリアは、ゼログラビティですね。あのゼロの重力のエリアです。でもそのブルーのエリアはたった10秒から15秒ほどの時間しかありません。でこれを、大体1回ぐらい行います。2G と 0G の間を10回ぐらいの交互にやると必ず気持ち悪くなるんですけども、今からちょっと学生たちのドキュメントがありますのでそれを見ていただければと思います。でこれはあの学生のうちの2人の、アイデアの写真ですけれども右上のものは、磁石が真ん中に箱の真ん中にあってそして、パチンコ玉を打ち出すとそれが磁力の中に磁界の中に捉えられて惑星運動をするのではないかという提案ですね。それから右下の作品は、多重振り子運動というのを無重力の中の箱の中で行った時の写真です。その功績を光に残そうというようなものです。今からお見せするのは、イタリアの留学生の、実験ですね。これがあのブラカのグラビティ重力の状態です。当然ゼロになりますのでその時どういうことが起こるか。収縮するときにわずかな電流が起こります。
その電流を LED の光に変換してみせるという、西田君の、アイディアで、今 2G ですのでかなり、筋肉が緊張していて、それが光に反映してますね。皆さんやりたいでしょ。やりたくないですか。まあ 2G になるこう環境を乗り越えて、まあ、天国のような世界に、まあ、わずかな時間ですけども経験することができますね。宇宙飛行士がうちまでどれくらい移動できるかと実験しました。うまくいかなかったんですけども、大津君は大きなうちわを作ってちょっとそれにトライしてみました。まだ起きたな。終わります。わずか本当に10秒ぐらいの時間なので、割とシンプルな、プランでないとなかなか成果が出てこないという一つの事例ですね。でこれは今年も11月にやる予定になっています。ぜひ、大学の中でも広報があると思いますので、興味ある方がいたらぜひ注意して見ていてください。で2007年と8年にも、芸術 の大学院の学生がやはり無重力フライトを経験しています。2007年の左上の写真ですが、これは、電磁石を2つ縦に並べて、その間にこう現れてくる磁界ですね、磁力線に沿って鉄のチップが並ぶという、そういうその、磁力線の視覚化の造形ということをトライしました。丸い玉はこれは手作りの、重力計ですね。スプリングに丸い玉がぶら下がっているだけなんですけども、無重力になるとスプリングが収縮して丸い玉が上に上がるという工夫ですね。完全ではないにしても、わずかにその磁力線を、ワッシャーの連なりによって視覚化することができたんじゃないかと思います。こういうアイデアがその学生の中には非常にたくさんあって、まあ、私たちもとても触発されるところです。でもう一つ、宇宙への眼差しについてお話ししたいと思います。これも宇宙と芸術を考える上で非常に重要なキーワードです。でかつての私たちの祖先は、天文観測を何百年も行って、で、まあ、太陽だとか月の位置が例えば夏至や冬至、
春分秋分の位置には必ず同じところに現れるということを発見しました。その光を構造物に導入することによって、例えば権力の象徴にしたり、ある現象を作って、それが生活の一つのヒントにするような、そういう試みを行いました。まあ、世界中にそういうような構造物があります。でこれはとても、皆さん多分興味が持たれるというふうに思いますけれども、これ1934年の6月に、偶然なんですけれども、イギリスの王室軍が飛行機を飛ばしてエジプトの、クフ王のピラミッドを春分の日の朝に撮影しました。で皆さん見えますでしょうかね。このピラミッドの暗い影の中にわずかに明るい影が領域がありますよね。で、後でこれを計測したところ、これは一つの面ではなくて二つの面によってピラミッドができているということが分かりました。で、その角度はわずか30分の1です。まあ、素晴らしい土木技術によってピラミッドが作られているというふうに言われていますけれども、その中にさまざまな不思議な効果が隠されています。これもその一つです。なぜこういうことをしたのかということに対していろんな説がありますけれども、でも今はこのような説になっています。まあ、ご存知のようにエジプトの農耕はナイル川の肥沃な土が洪水によって緑野を作って、そこに種をまいて、肥料なしにですよ、種をまいて秋収穫するというような、そういう農耕方法ですね。で、洪水が起きるとき、春分の日近くで、もう一回洪水が起きるとき、秋分の日近くなんですね。その春分と秋分の日の間に種をまいて収穫するというのがエジプトのその農耕の方法でした。これはこの時の権力者の素晴らしい知恵だというふうに思います。このような現象を刺激を受けたアーティストが何人もいます。これはさっきのそのピラミッドの映像を元にして論文を書いたローランド・バラディというアメリカの作家ですけれども、ビルの壁面に何種類かのブロックを設置して、そのブロックのその影の長さによって影による点描の絵画を作りました。左上から太陽が投げかけてますけども、その太陽の光を受けてブロックの影がこのような点描絵画を、ある時突然壁面に表すという素晴らしいアイデアですね。でこれはジェームス・タレルという非常に有名な作家でして、アリゾナのローデンクレーターというのを、自分で買って、その中に、2つのトンネルを作りました。そして23もの小さな部屋をそのトンネルに沿って作りました。で彼は世界中その、天体観測でさまざまな現象が現れる意向を調査して、そのアイデアをこの中に組み入れました。で月の光や太陽の光や星の光がそのトンネルを通ってさまざまな光の現象を23個の部屋の中に表すというような広大な地上における宇宙芸術と言っていいと思います。でこの太陽と月の部屋をちょっと説明しますけれども、真ん中にこうついたてがあります。そしてこっちにトンネル、これですね。で手前にもう一つトンネルがあります。この部分ですけども、でこれはピンホールカメラという技法を使って長いトンネルの中でも、光の光量を絶やさずに導入して、そして、その太陽の影を姿をこの壁面に投影するというようなアイデアです。で逆の壁面にはその月の姿を投影するというアイデアです。で同時にその2つの月と太陽の姿が現れるのが 8.85 年に1回だというふうに言われています。でもう一つ、クレーターの、これはまだ完成してない模型の段階ですけども、クレーターの目、サロスの部屋というふうに呼ばれているものがあります。ここは、日食ですとか月食だとかを予知するような部屋というふうに言われています。サロスというのは、
カルディア人の食の部屋、食の都市というふうに言われています。まあ、カルディア人というのはチグリス・ユーフラテス流域に、文化を作った、まあ、天体観測の非常に優れたデータを残した種族ですけれども、日食というのが870年に70回、それから月食ですね。で、日食は1200年に50回あるということを観測しました。で、彼らの手法、観測手法をインドのジャイプールというところに、レンズ、光学を使わない天体観測所がたくさんありますけれども、そこからのその形のヒントを得て、ジェームス・タレルは部屋を作ろうとしています。で、私も、まあ、随分そういうことに触発されて、巨大な鏡を18基設置して、でちょうど月食の時に、地球の影から月が現れたタイミングを測って、その光を鏡に反射して丘の上からめでるというような試みを行いました。これは2000年の7月20日、20世紀で一番長い皆既月食の時間帯だというふうに言われていた時です。で、つまりあとトリエンナーレというのが開催される第1回目の、時に提案しました。で、まあ、学生たちを動員して、かなりのこう肉体労働をしてもらったんですけども、基本的にその鏡の角度は観測地点と月が出てくる地点のちょうど間2分の1のところにその鏡の角度を調整しておけば、丘の上で全ての鏡がからの光が見えるだろうというような想定です。これはステンレスでできていて相当重い鏡になりました。で、一番初めの時期は実は2つしか投影しなくて、かなり品質を買ったんですけれども、次の月の8月の満月には調整して、このように全ての鏡に月が映り込んで丘の上から見ることができました。その光の量というものは本当にすごくて、真夜中でも新聞が読めるほどの明るさでした。で、もう一つ私が興味があるのは、宇宙から地球を見るというよりも宇宙からのあるメッセージを託された一つの放射線ですね。これは超新星といって、カニ座というふうに言われてますけども、何世紀か前に大爆発を起こして、これ平安時代なんですけども、それが記載されてますけども、その頃の古書に。で、この時に、膨大なそのエネルギーが放出されました。そしてその後その中心ではまた星の誕生の現象が現れています。その宇宙船、放出された宇宙船というのが、世界の創生と消滅というものを象徴するようなものではないかというのが私の感じ方ですね。で、地球には、毎秒本当に何百というような宇宙船が降り注いでいます。時空を超えていろんなところでこの星の爆発が起きていますので、時空を超えて無限の宇宙船が、飛び交っています。そして宇宙船の一つが地球大気に入ってくると大気の分子が分散してシャワーのような小さな素粒子になって地表に降り注いでいます。で、毎秒その数は700ぐらい私たちの体を貫通しているというふうに言われています。それをセンサーを使って光に変えてみせるというのが私の試みでした。これは宇宙船が入ってきた時にその宇宙船のエネルギーに応じて光ファイバーのどれかが光る、そして消えていくというその光り方と消えていく時間を想定しています。で、これは2003年にベルリンの古い教会を借りてやった時のインスタレーションです。で、バイブルには初めに光ありきって書いてあるんですね。で、そのサイエンスの中では初めはビッグバンで、ビッグバンの時から宇宙船は放出されたというふうに理解してもこれは間違いではないと思うんですけども、その宇宙船がその教会の中で初めに光ありきというふうに歌われているバイブルの表書家であるということを教会の担当者に説得して、で3ヶ月間この空間を借りました。素晴らしい空間だったんです。
で、宇宙線が入ってくるとブルーの LED が発光します。それに対してその逆の壁面では赤い LED が点灯していて、同じきっかけでそのシグナルを受けて消えていくという逆の見せ方をしています。で、同じきっかけで違う現象が起きますけれども、それを同時に見ることはできないわけですね。そういう現象が宇宙にはたくさん起こっているというふうに聞いていました。で、これは2014年に東京都の現代美術館でやった宇宙という展覧会に設置したもので、上から俯瞰して見せるというような作品です。で、これは、2006年に、阪神大震災で倒壊した神戸新聞社が、立ち上がってリニューアルされて、そこの、両翼に設置した作品です。で、まあ、エネルギー、まあ、自然のエネルギーを、可視化するというような意味において私に話が来ました。で、実は私はその宇宙船を使った理由が一つあります。それは阪神大震災なんですね。で、阪神大震災の後何か後ろめたい気持ちを持ったんですけれども、その後を見に行きました。そうすると鉄骨がもう雨のように曲がっているような、本当に信じられないようなエネルギーでそこが倒壊されたということを知って非常にショックでした。で、その2年ぐらい後にそこの倒壊村で、放射性物質のずさんな管理によって職員が、2名亡くなったというニュースがありました。で、明らかに存在するけれども私たちが感じることができないという、そういう放射線を視覚化したいというのも宇宙船を使った一つのきっかけでした。これは2011年に東日本大震災の時の写真です。学生たちと一緒にこの後1ヶ月後に見に行ったんですけども、まあ、今まで私がいろんな理由をつけてこう作り上げてきたもの、それからまあ人間関係、そういうものがこれを見ることによって目の前からこう崩れ落ちるようなショックを受けました。何をやっても自然にはかなわない。で、その中で自分たちはどういうふうに生きていくべきだろうかという非常にこう根源的なことを考えざるを得なかったですね。で、デザインと芸術の教員と学生が4年間被災地のいろんな場所に入って、まあ、心のケアをテーマにさまざまな、試みを行いました。これは森の箱舟アートプロジェクトといって福島県が主催したイベントですけれども、被災した森を再生しようということで、そこにはアーティストのさまざまなアイデアや試みを受け入れて一つのイベントに仕立て上げたいというような趣旨でした。で、私は、会津の三島町という、まあ、豪雪地帯ですけども、奥多摩にある豪雪地帯ですけども、そこに入っていった時にその木こりの方たちを中心としてマイクロ水力発電、ペットボトルなどを使ったその水力発電機を作っている場面に立ち会いました。で、この方たちと一緒に、電力会社からは一切電力を もらわないで再生エネルギーだけで光の展覧会ができないものかと、そういうような提案をして、3年間それを行いました。わずかな光ですけども、ちょうど、雪の白い、雪原が、ちょうど反射板になって、とても美しい景観を作ることができました。私たちは、いろんな災害に遭いながらもそれを乗り越えてきました。そして私たちがこういう形になる前に、その前の生物たちもいろいろな壁を越えて私たちに命を継承しているわけですね。なぜ私たちはここにいるのでしょうか。そういうことが大きな課題になり、宇宙と芸術についてもそれを考えざるを得ません。そしてこの大きな課題に対してはさまざまな領域の専門家たちがその答えを得るために、試行錯誤してきました。そこで宇宙からの視点というのがこの答えを得るためにどのようなヒントになるのでしょうか。私は、宇宙ステーションでの芸術実験のプロジェクトに、関わることが10年ぐらいありましたけれども、その中で全ての宇宙飛行士にインタビューを重ねました。
で、その中の2人のメッセージを皆さんにお伝えします。1人は秋山豊春さんですね。で、彼は日本人として初めて、宇宙に旅立ちました。毛利衛さんが初めての人だというふうに思っている方もいらっしゃると思いますけれども、TBS の開局何十周年かな、それを記念して、ジャーナリストの秋山さんがロシアのミール宇宙船に、運ばれて、そこで地球を見てレポートするっていうことを行ったんですね。で、彼は帰ってきてしばらく TBS にいましたけども、突然辞めて百姓になってしまいました。なぜ彼はそのように生き方を変えたのか、とても私は興味があってインタビューを行いました。で、彼はこのように言ってます。ちっぽけな人間の、満足感によって争いを行っていることは非常に時間の無駄である。で、地球の外から地球を見ることによって命あるものに対する恐れというものを改めて感じた。畏敬の念ですね。そして取り戻さなければならない一つのきっかけ、契機として宇宙体験があったというふうに言っています。まあ、具体的にもう少し言うと、彼はこのように言っているんですけども、都会では目だとか耳による生活が全てでも、脳ある暮らしでは手のひらだとか足の裏、皮膚というのが重要な意味を持ってくる。で、春の匂いだとか風だとか土の感触というものが肉体全体性を回復させるために重要な要素になるのではないかっていうふうに言っています。地球って一体何だろうっていうようなことを、考え続けるために私は農業を選んだというふうにおっしゃってました。ところが、東日本大震災による原発事故によって福島の彼の農地は打撃を受けて、彼はそこから離れざるを得ませんでした。そして今、京都市造形芸術大学の教授として芸術を学ぶ学生たちに指導しています。もう一人は土井隆雄宇宙飛行士です。彼も、まあ、違う意味でですけれども、日本人として初めてスペースシャトルから外に出て衛星スパルタンを回収するために浮遊した初めての日本人ですね。で、しばらく回収するために時間がありました。そこで彼は目の前に広がる地球を見ながらこういうことを考えました。ボーダーライン、境界線のない地球を見ていると、これからの人類にとって地球外からの視点なしには新しいものを発見したり制作しようとする意志、そして新しいモラルを作ろうとするような意欲は生まれないのではないかと思った。そして人類にとっての発展もないのではないかと思ったというふうな非常に刺激的なメッセージを言っています。で、さらに興味深いのは、もし人間が滅びるとすると、それは戦争ではなくて環境破壊によるものだというふうに言っています。まあ、人類の在り方を伝えるもう一つの写真があります。これはアメリカのキュリオシティという火星探査機が火星から撮った写真ですね。この中に私たちの生活圏が写っています。これが地球です。他の2つの星は水星と金星だというふうに言われています。本当に小さな存在ですよね。で、もう一つ、ちょっとその電気を消していただけますか。これ見えますか。わずかに見えますよね。これは宇宙開発の最大の成果というふうに言われている写真の一枚です。ペイルブルードット、わずかに青い点というふうに名前が付けられています。1977年にやはりアメリカからボイジャー1号という惑星探査機が打ち上げられました。13年後、探査を終えて太陽系から離脱するときに振り返って地球の写真を撮ったんですね。なんと小さな、わずかな青い点でしょうか。そしてこの中にいる私たちは宇宙の 10% も理解してないというふうに言われています。そのような私たちが宇宙時間でいうと一瞬の存在でしかありえません。どのような私たちの存在意味があるのでしょうか。やはりこの答えに近づくようなメッセージを発信している2人の専門家がいます。
一人はアメリカのプロダクトデザイナーのバックミンスター・フラーという人です。彼は、アポロ9号宇宙船が打ち上げられるときに宇宙飛行士に、環境と宇宙の違いについてメッセージを送っています。これはこういうことです。それぞれの人にとって、環境とは私を除く全ての存在であるに違いない。それに対して宇宙とは私を含めた全てであるに違いない。で、環境と宇宙のたった一つの違いというのは私、見る人、それから考える人、試みる人、愛する人、受け止める人である私であるというふうに言っています。で、私たち一人一人の存在がそのいかに大きな意味があるということですね。で、もう一人の、これは刺激的な私にとって常に壁に当たった時に後ろから支えてくれた物理学者の名言があります。これは、素粒子物理、不確定理論で有名なハイゼンベルクという人の言葉です。私たちが観察する世界は自然のそのものの姿ではない。私たちの観察する仕方によって、問いかけ方によって開かれた自然なのだというふうに言っています。これはどういうことでしょうか。で、私たちは今、地球生命の進化の劇的な過程に立ち会っているというふうに言われています。なぜかというと、生命のゆりかごというふうに言われている地球から危険で困難の多い宇宙に足を踏み出そうとしているからです。大航海時代から私たちは常に前へ前へと進むような意識を持っていました。こういう私たち人間の意識というのはどこから来ているのでしょうか。もしハイゼンベルクの言うように、私たち人間によってこの世界の姿が明らかになるのであれば、私たち一人一人の存在がこの世界を成立させているのであって、私たち人間はそのために作られているのだというふうに解釈できないでしょうか。そして現在宇宙は私たちが地球生命というような意識を超えて宇宙生命という意識を覚醒するような示唆をしているのではないでしょうか。で、私は宇宙と芸術を考えるにあたって、このようなさまざまな示唆をその考察の中から受けることができました。皆さんにとって、これから新しい生活がもう始められているかもしれませんけども、もう一つだけ皆さんにちょっとメッセージをお伝えしたいと思います。その前に、今まで話していたことをちょっと整理しようと思います。宇宙芸術のテーマというのは、宇宙における人間の存在の意味の追求ではないかということですね。で、一つのキーワードとして無重力環境、もう一つ地球外からの視点により考察できる、人間と宇宙の関係性というものがあるのではないかということです。そして、宇宙における芸術を考察する上で、人文社会科学だとか科学や工学というようなジャンルを超えて、ある意味総合的な、芸術というようなことが、成立しないかというふうに私は思います。もうすでに若い人たちは、例えば今週土曜日にカピオでミュージックとテクノロジーの祭典イベントがありますよね。その中では芸術や工学の学生たち、先生方の作品がある意味で協賛されていますので、ぜひ見ていただきたいんですけども、もうすでにそういうことは行われています。で、皆さん1年生がほとんどだと思いますけれども、これから専門教育を受けられて、そして新しいものを作ったり、新しいことを考えたり、新しい人間関係を構築することになると思いますけれども、ぜひ大学、総合大学というような、ある意味特殊性をうまく使って、多様な視点から自分の行っていることを観察したり、自分自身を見つめたりするということをぜひ行ってください。そしてぜひ、わずかだと思いますけれども、勇気を持って一歩踏み出すことによって、あなた方の世界が広がることを私は確信しています。ハイゼンベルクも、私たちによって世界広がるのだというふうに言っています。今日はありがとうございました。
大坂先生どうもありがとうございました。それでは、質問を受け付けたいと思いますので、質問がある方は挙手お願いします。はい、科学技術と芸術という異分野を融合する中でこう、全く違うものをこうなじませるために意識していることや大切にしていることはありますか。やはりジャンルの違う方を尊敬することですね。はい、認め合うこと。僕もそういう、ことを、ずっとやってきていろんな苦労をしてきましたけども、芸術っていうともうすでに作られたもののイメージが多いんですよね、多くの方たちは。例えば皆さんがこう教育の中で、印象派っていうのは、大体皆さん教育されると思うんで、モネの睡蓮の絵だとか、それからロダンっていう彫刻家がいますけども、ロダンの裸体の彫刻だとか、そういうものがアートだっていうふうに皆さんにはイメージがあると思うんですよね。でもその時には現代アートだったわけで、買って時代が評価しないとそれは後に残らないわけですね。後に残ったものを皆さんはアートだって言ってるけども、その時は現代だったわけです。だから今も、試行錯誤しながらそのアートに取り組んでいる人たちはいると思いますし、そういうようなアーティストをどれだけ科学者の方が認めるかっていうのはすごく大きな課題なんですよ。理解できないから、理解できない、僕も理解できないアーティストたくさんいるんですけども、でも彼らは彼らのその問題を抱えながら、真面目に努力している。そういう彼らをやはり、認めるべきではないかなっていうふうに思います。でアーティストでサイエンティストに憧れている人はすごくたくさんいます。でもサイエンティストでアーティストに憧れる人ってあんまり多くないんだけども、でも僕はこれだけ長く生きてましたから、何人かは非常に著名な方は知ってますね。はい、ありがとうございます。はい、私は福島県出身で、東日本大震災で被災したんですけど、その際にもその芸術的なことで支援の活動で来てくださった方もいらっしゃって、今大学でもその芸術でその支援するっていうことについて学んだりしているんですけど、その被災地とかその災害状況における芸術的なものの役割についてどうか考えをお聞かせいただきたいです。僕たちも非常にそのところは悩んだところですね。で例えば土木だとか建築ジャンルではそのインフラを整備することで生活圏を確保するというような非常に具体的な成果があると思います。でもそこで私たち芸術が一番悩んだのは何の役にも立たないんじゃないかっていうふうに思ったことですね。でも協議を重ねることによって、実際にその被災地の方々とその考え方を交流させることによって、具体的には、いくつかあったんですけども、失われてしまったその地域のお祭りをもう一回再生するとか、それから、そこの、さっきちょっとお話ししましたけども、再生エネルギーだけで、失われたその、電力を、再生エネルギーだけで行うような光の展覧会で、外から 人を呼ぶことによって活性化するとか、そういうようなことを行ってきました。それからデザインのジャンルの中では、避難する経路ですね、経路を地図にしたり、それから、それこそ体育の先生方と一緒にやったんですけども、その、被災した方々 その精神的なケアのための芸術のある在り方みたいな可能性はあるんじゃないかなっていうようなことも話し合って、それは試みています。スパイラルトップでその重りをつけたときにその反転することがシミュレーションで事前に分かっていたとおっしゃられてましたが、そもそもその反転するようなそのバランスを変えたときに反転するような形状っていうのはどうやってその考えたというか作ったんですか。今日はちょっと時間がなかったのでその映像をお見せすることはできなかったんですけども、すごくいい質問ですね。毛利守さんからペンチの反転運動っていう映像を見せてもらったことがあるんですよ。でペンチは無重力環境の中で回転させると、さっきスパイラルトップと同じように
もう永遠に反転運動を繰り返すんですね。でそこからヒントを得ました。でそれによってそのペンチのアームに、まあ、光の粒をつければ反転した時の功績がすごく面白いものができるんじゃないかなっていうふうな、そういうアイデアだったんですね。はい、ありがとうございます。最後に感謝の意を込めまして大坂先生に拍手をお願いいたします。ありがとうございました。